アンドレアス・フォーレンバイダーは、スイスの音楽家である。彼の音楽は、ワールドミュージック、ジャズ、ニューエイジやクラシックなど幅広いジャンルに分類されている。実際、彼のアルバムのうち2枚は、ビルボードチャートで、クラシック、ジャズ、ポップス、クロスオーバーの4部門で同時に11週間以上1位の、座にあった。 彼のメイン楽器は自作のエレクトリックハープであるが、その他にも中国の古装など世界の様々な楽器を演奏する。彼のアルバムでは単純なソロ曲からオーケストラや独奏者向けの組曲まで彼の作曲した様々な楽曲で多数のミュージシャンが共演している。曲はほとんどがインストゥルメンタルだが稀にボーカル曲もある。過去の共演者にはボビー・マクファーリン、 カーリー・サイモン、ジバン・ガスパリアン、エリザ・ギルクソン、ルチアーノ・パバロッティ、レディ・スミス・ブラック・マンバーゾ、カルロス・ヌニエス、レイ・アンダーソン、ミルトン・ナシメントなどがいる。フォーレン・バイダーは政治的には積極的な平和主義者であり、マハトマ・ガンディの非暴力抵抗主義を踏襲している。公式ウェブサイトにおいて、彼は他のものと共にガンディの言葉を引用し、アメリカによる イラク戦争についての認識を喚起するため、紛争によって生じたアメリカとイラク双方の犠牲者数を反映するカウンターを設置した。ホーレンバイダーは1953年10月4日、チューリッヒにおいて作曲家であり、オルガン奏者でもあるハンス・ホーレンバイダーの子として生まれた。様々な楽器への習熟と独学を通して、ホーレンバイダーは1975年にハープと出会う。 この楽器、特に彼が独自に改造したエレクトリック・アコースティック・ハープは彼の音楽を特徴づける音色を生み出した。この頃からホーレン・バイダーは映画や劇場、テレビなどの音楽制作も手掛けるようになる。彼の最初のアルバムは1979年にスイスでリリースされたアイネアート・スイート・イン・サーティン・タイロンである。 このアルバムに収録された曲のいくつかは1981年のモントルージャズフェスティバルで演奏された。この初のコンサートに続きフォーレンバイダーは2作目のアルバムとなるビファインドザガーデン、ビファインドザウォール、アンダーザツリーを同年の秋に世界リリースする。次のアルバムカバーナマギカは1982年にリリースされた。シングル曲 ペースベルではこのアルバムからのカット曲であり、環境平和運動への剣曲として1983年にリリースされた。同年彼はカバーナマギカでオランダのアムステルダムにてオランダの音楽賞であるエディソン賞を受賞する。アルバムホワイトウィンズは1984年にリリースされ、アメリカの3つの音楽チャートに乗った。 ほどなくして1985年にはアメリカツアーが行われ、ケネディセンター、ニューヨークのカーネギーホールとラジオシティミュージックホール、ユニバーサルアンフィシアターでの公演を実現した。4作目のアルバムとなるダウンツーザムーンでホーレンバイダーはグラミー賞を獲得し、ヨーロッパ、日本、カナダ、アメリカ、オーストラリアでツアーを行う。五枚目のアルバム、ダンシングウィズザライオンで、 ホーレンバイダーは彼の音楽制作の手法を大きく変える。従来のアルバムではある程度の固定メンバーで収録を行っていたが、ダンシング・ウィズ・ザ・ライオンでは様々な音楽ジャンルから多数のゲストミュージシャンを呼んでいる。またこのアルバムでホーレンバイダーは2本のミュージックビデオを自ら監督制作し、その中で彼はストーリー制作、振り付け、セットや 衣装のデザインにも深く携わった。1991年には従来のアルバムに比べてより公共学的な音作りが見られるブック・オブ・ローゼズをリリースした。1992年にはモナコでワールドミュージックアワードを受賞し、モスクワの赤の広場で行われたチェルノブイリ原発事故の犠牲となった子供のためのチャリティー公演に参加した。1994年に リリースされたアルバムオリアン・ミンストレルではホーレン・バイダーの音楽に新たな変化が見られた。それまでのアルバムはインストゥルメンタルが主体であり、時自歌詞なしのソロや歌詞付きのコーラスが挿入されるのみだったが、オリアン・ミンストレルではほとんどの曲にホーレン・バイダーが作詞した歌詞が付けられ、カーリー・サイモンとエリザ・ギルクソンによって歌われている。 ボーカル20点を置いたアルバムはこれ以降11年間現れることはなかったものの、主はその後のフォーレンバイダーの音楽で重要な位置を占めるようになる。1994年から1997年の間には数々のコンサートを行っている。特筆すべきものとして、ルチアーノ・パバロッティフレンズをフィーチャーして、イタリア・モデナで行ったもの。 ズッケロと共演した南アルプスブルーニコでの標高2500メートルコンサートやランサローテ島の火山性洞窟で行われるフェスティバルムジカビジュアルでの演奏など変わった場所でのライブがある。1998年には世界中からアーティストを集めた公共学的色彩の強いアルバムクリプトスがリリースされる。同年夏には彼の次なる公共学プロジェクト ボルカンスタインを手掛ける。彼自身がシンフォニックマインドムービーと呼ぶ、この作品の初演はチュー中ヒ州の150周年を祝うために行われた。1999年のコスモパリーはワールドミュージック志向への回帰を鮮明にし、カーリー・サイモンやピアニストのアブダライブラヒム、歌手、作詞としてミルトン・ナシメント、ボビー・マクファーリン、ドゥドゥク奏者のジバン・ガスパリアン、そして トロンボーン奏者のレアンダーソンらが参加した。コスモパリーツアーは浮きのアーティストから多くを特別ゲストとして呼んで行われた。フォーレンバイダーの公共小説であるテイルズ・オブ・キラクタンが2002年にワルシャワ映画音楽祭でプレミア上映される。同年彼はロット・スタイガーがソクラテスを演じた舞台、ソクラテス、文明の霊明の音楽制作と演奏を手掛けた。 2002年から現在までホーレンバイダーは様々な音楽祭での演奏やコンピレーションアルバムや DVD の制作に没頭する。ボーカルを主体とした2つ目の作品は2005年にホーレンバイダー自身がほとんどのボーカルを担当したボックスとして結実した。2006年にはミッドナイトクリアーを続いて2009年には最新のフルアルバム AIR をリリースする。 ありがとうございます。